すごい可愛いね。久しぶりに来た。とりあえず人を探そう。ハロー。ハロー。So nice to see you. See you too. Finally.はい、では私たちが泊まっているこちらの宿をご紹介したいと思います。お願いします。まずここはですね、敷地内で唯一のゲストルームということでプライベートヴィラになっています。なので他のゲストもいないので割とね、こう静かにのんびり過ごせている感じであります。で、ここはまずキッチンになっております。オープンキッチンで、そもそもね、このお宿自体はそんなにすごい大きいわけじゃなくてこじんまりしているけれど、キッチンとかは本当に使いやすい形になっていて、ツールが全部そうっていうのが素晴らしいですね。私のこの憧れの壁にくっつける磁石タイプで、ナイフもハサミもピーラーもみんな揃っております。で、こっちにはまたクッキングツールがいっぱいあるから、本当にね、こういう宿に来ると割とこうベーシックなものしかなかったりするけど、ここは全部揃っているからお料理するのにもとても便利で、ここはガスが4口あるからお料理もしやすいんだけれど、ただプーリアはとっても暑いのでいっぱい使うと室内がものすごく暑くなります。なので大概はパスタソースを作ったりっていうぐらいにしています。で、普通にシンクもあるし、でこの辺にお鍋とかもねいっぱいあって、このパスタ鍋とかもあるでしょ、イタリアならではのね。私はこのパスタ鍋が便利だから欲しいなってすごいここに来て思いました。で、こっちにもお鍋があるし、あとサラダスピナーとかフライパンとかもあるし、で、お料理した後に使うお皿とかね、コップとかもここだけじゃなくあっちの、ドロワーの方にも揃っているから、割と何でも揃っています。で、冷蔵庫はこうトゥルンロがとんがり屋根だから、多分こう大きいのはこれ以上置けないから、ちっちゃいんだけど、新鮮なやつをねこまめに買ってくればそこは問題ありません。でね、ここのねお宿でね作ったと思われるオリーブオイルとかね置いといてくれているし、お塩とかそういうのも揃っているから、本当にすぐにね料理もできてよしねです。で、こっち側に来るとですね、ちゃんとこうコンベクションオーブンもあるからオーブン料理もできるでしょ、ピザも焼けるね、だからね。で、普通に、よいしょ、こっちか、カトラリーとかも揃っているし、グラスとかも揃っているし、なんかかわいいこんなポッタリーもあったりするよっていう感じで、お料理好きの人には大変良いお宿になっております。こっちもいろいろ揃ってるしね。はい、で、こちらがリビングルームになります。このソファーでね、こうゴロンとして本を読んだりするのも気持ちが良いですし、ここが暖炉になっていて、昔5月ぐらいに来た時はまだ結構寒かったから、この暖炉に火を入れて温まったりもして、だから夏だけじゃなくてもね楽しむこともできる宿でやすいよっていうことかしらね。で、なんかこう可愛いなと思ってね、この石がピヨンと飛び出ていて、ここに多分ライトを昔はろうそくとかのっけて明かりにしてたんだろうなと思って、なんかこれが所々にあって可愛いんですね。で、ここには前までに泊まったゲストの人たちが置いていたガイドブックとか、このショップカードで美味しかったおすすめのレストランのカードが置いてあったりして、このうちの1つとかね2つとかね行ってみたけど美味しかったです。では、こちらの寝室はこんな感じ。あら、
こじんまりして可愛い感じの寝室になっています。私はこのベッドボードが可愛いなと思った。なんかちょっと英国クラシック感がない？そうね、ここにそれを感じました。そしてこちら奥はバスルームになります。でバスルームはシャワーなんだけれど、レインシャワーもあって、こうすごく気持ちがいい。やはりレインシャワー大事で、ここは窓がね、いつもいい風が入ってくるんで、ここは渓谷だから風がすごい、いつもいい風が入ってきて気持ちいいんですね。風がよく吹いている。はい、風の谷、はい、のマウシカ、マウシカという感じでした。じゃあ外に行ってみましょうか。はい、はい、行きますよ。こちらがテラスです。ここで昼とかたまに夜もご飯を食べます。風が通るから日差しもパラソルで遮られているので気持ちいいです。湿気ないしね。じゃあプールの方に行きましょう。これはオリーブの木だね。すごい大きくない？これこんなに大きくなるんだね、オリーブって。本当だね。こうやって見ると遠くまで見渡せて素敵であります。ほら、こっちの海ってほどまでは見えないけど、あっちの海の方まで見える。それからバーン、イチジクがなっています。いただいたよね。これとかいけそうだ。あ、もちゃもちゃ、いけるわね。一応取ってもいいよと許可をいただいています。あ、そうなの？あれ、一度でもできる。あ、違う、じゃあダメだ。まあ、いや、そんな怒られたりしないと思うけど、大量にジャム作りますみたいに取ったら怒られるじゃない。で、こっちがメイン庭。あ、ワンピーがいますね。あ、日陰で涼んでいます。日陰で涼んでいますね。で、このようにトゥルッロの上はこんな感じになっています。かわいいね。うん、でも世界遺産になってるトゥルーリはアルベルベドのものだけ。ニワトリがいます。すごいよね、こんな放し飼いになってるって。すごい自由でいいね。逃げたりしないのかしら。コッ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 、いろんなとこにいろんなお花があるね。うん、ほら、ここにはブルーのお花があるよ。綺麗。だね。これはなんていうのかわからないけど。そしてスーさんが好きなダムジャンヌがいっぱいある。ね、いっぱい並んでる。これ多分なんかに使ってんだよね。だからわざわざ雨水が入んないように蓋がされている。何に使うんだろう。オリーブオイル作りかしら。ただやっぱ置いてて溜まったら困るからしてんじゃないの。いや、何かに使ってるんだよ。ワイン作ったりするの。そうなのかな、わからない。ここにはですね、このようなかわいいちっちゃい池もあります。へえ、綺麗だよね。すごい綺麗。金魚もいるよ。そうなの。金魚じゃないの、コイ、ミニコイ。コイみたいな感じ。すごい、いつもお水がそよそよとしてて気持ちいいよね。今なんかあんまり見えないけど、いっぱいいるよね。うん、ご飯をあげない限りは出てこないからね。では、プールに行きますよ。はい、こちらがプールです。あ、すごい水きれい。ほら、あ、これがプライベートなので私たちだけのプールとなっております。これも全部手作り。そう、それが本当すごい。すごいよね。でもこんなに綺麗な水のプールなかなかないよね。うん、
虫とか浮かんじゃうからね、どうしてもね、うん、ちゃんと循環してるようになってるから全然虫とかもいないの、綺麗なの。あとここの造形がすごい素敵なんだ、ね、あ、そうね、なんかラグーンみたいな、そう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 、オリジナルならではだよね、うん、素晴らしい。で、こんなデイベッドもあるのでジャバッと泳いで冷たくなったらここで寝てジャバ、ね、ジャバ、ね、ということができます。はい、そしてちなみにこれはローズマリー、すごいよね、このローズサイズのローズマリーってなかなか刈り込まれてよくわかんないけど確かにローズマリーすごいね、この大きさで。こちらがプールを眺められるテラスになっています。てかこれも自分で作ったんだろうね、きっと。そうでしょ、全部自分で作ったんでしょ、すごいよね。で、ここでだからプールを見ながらご飯を食べたりもできます。で、そしてこちらにはなんと手作りのピザ窯があります。すごいよねこれで昔ピザ作ってもらったことがある。美味しかった、うん、でも自分たちでやろうとしたら3時間火を起こさないといけないって言われたのでちょっと断念しました。でもこうなったら楽しそうだね。楽しそう。スーさん毎日ピザを焼く、ね、ピザ食べたい。という感じでお宿のご紹介でした。プールは本当に気持ちよさそう。入ろうかな、これから。今入ってもいいよ今はカメラ一緒なんで。まあじゃあ戻りますよ。はい。着きました、着きました。はい、あ、分かったぞ。こっちですね。すごい涼しくていいね。まあ、涼しくはないけど。本当？涼しい瞬間もある。あ、スーさん海見えるよ。本当？ここになんか字が書いてあって可愛いよ、ほら。ペンサはね、パンセだね。パンセアトゥッタラベラベレッツァ。こんにちは。シンクすべての美しいものみたいなことだな。本当？うん。レッセンシアーレ、はいはい、エッセンシャル。だそうじゃん。絶対そうだよ。うん、すごい人だな。やっぱりみんな夕ご飯ついでに出てくるのかな、うん、みんな夜型。これかわいい。わー、すごい人見て。おー、すごい、本当だ。もうまさにこんなにいっぱいいるんだね。見負けた、光色見る。芯を取ろう。マミコは観光してる。じゃあアイスクリーム屋さん行ってみる？いいよ。それはね、こっちです。すごい、なんか出店とか出てるよ。ほら、出店。だいぶ涼しいから歩きやすいね、うん、こっちから見ると素敵な感じなんじゃない。あそこになんかツーさんと王宮みたいのがあるんだけど。あ、本当だ、すごい、なんか素敵ね。あれがさ、教会じゃないの。素敵だよって言ってたやつ。あ、違うか、それはマルティナなんかこれはでも教会っぽいけどね、鐘とかあるし。
あ、ツーさんが欲しがってたやつあるよ。いや、もうそれね、もういいの。あれ、そうなの？それはもういいです。あ、そう。残念ながら。なんかこういうお店結構いっぱいあるんだね。あと風船、こういう風船、これ風船スタイル。このバッグのちっちゃいやつだったら可愛いかも。ちょっと見てみようか。いいよ。かわいいぞ。なんか私的にはグリーンの方が良さげな気が。やっぱり中身がなんか入ってるだけで可愛くないかしら。かわいいですこれ。ね。29ユーロでしょ。うん、そう。めっちゃ良さげ。30ユーロですね、だから。立ってもいいぐらい。いや、それはさすがに。でも多分グリーンの方が使いやすいと思う。私もそう思う。見えないんだよ。パスタ食べれる。どっちも可愛い。けど、赤の方が面白いの。意外とない。赤？うん。赤がいいと思う。はーい。This color is the best. あ、ウェディ。あ、いや。うん。チャオ。チャオ。バイ。やっと本バッグが登場しました。それでもって、あと9分ある。お、結構遠いんだね。そうです。アイスクリーム食べたいな。ピザも楽しみだな。でも早く食べないとすぐに夕飯になっちゃうよ。大丈夫大丈夫。プーさんすごいお腹減ってるもん。さすがだ。ここはプーさんクッションが置かれてる。本当だ。すごいね。階段は椅子。じゃあ頑張ってアイスクリーム屋に行かなきゃ。あ、こんな大きな公園があるんだ。うん。この公園沿いを歩いていきます。うちはちょっと外れなのかな。ああ、そうね。よくわかんないよね。そうなの。まあいいや。かわいいわよ、そのバッグ。あ、そう、うん、ちょっと大きすぎじゃないかしらと思ったけど、大丈夫？なんか色がかわいいわね。そして使いやすそう。うん。チャックとかもちゃんとついてるし、うん、そう、布も貼ってあるしね、うん、見て、すごい通算大きい木がある。おー、すごい綺麗だね、なんか、うん、結構町外れまで来たね、うん、すごいとこでやってるんだね。別に町外れなわけじゃないけど、むしろこっちの方が、うん、中心街だぜっていう感じだ。分かんない。フランス人の言うことを信じるならばこっちである。あ、本当。でもなんかすごい美味しそうだよ。本当だ。いい匂いがする。すごい。サラーリーが。サラーリーは。サラーリーお土産に買ってく？サラーリー。あ、いろいろあるよ。クルキューマとかもあるよ。クルキューマ。本当だ。体に良さそう。インテグラーリでしょ、マンドーレ、オリーブ、ペペロンチーノ、あ、ペペロンチーノ、これかな、これ美味しそうじゃない、ペペロンチーノ、あ、いいんじゃない、ペペロンチーノと、うん、あと、このごまもある、アラチポーラっていうのもある。なんだろう、アラチポーラって。ポーラ、うん、いろんな種類があるね、ほんとね、うん、あ、ネギだ。あ、ネギか。ちょっと美味しそうじゃない、うん、じゃあ、アラチポーラ美味しそうだから、うん、3つ買ってみる。よいしょ、
やってみれ。バイバイ。バイバイ。よいしょ。ラッツ。20番かなと思ったから、ベンテって言って20見したらそうだった。よし。じゃあちょっとこれはこの中に入れてみようかな。よし。いつまで経ってもアイスクリーム屋さんに行けません。急げ急げ。ケイさん、すごい大量のスイカを発見しました。おお、すごい。おお、すごい逆光で見えないけれど、あそこの山積みになってる。すごいね。なんかスイカだけじゃないのかも。ちょっと見てみよう。すごい。メロンもだよ。あ、すごい。こんな激しいスイカを見たことがあるでしょうか。すごい。スイカ&メロン。あ、グリーンディッシュのスイカだって。1キロ 0.80 ユーロ。安い。最後 0.9 ユーロ。すごい。すごいね。1個買って帰りたいぐらいだけど、いや、もう無理で買って帰れない。すごい。いいな。その辺のはずなんだけど、あ、アイスクリーム食べてる人を発見。すごいね。ここ。ここ？そう、ここです。お道に調べるね。いや、私が調べたんじゃなくて、フランス人に教えてもらったんだけどね。あ、でもなんかいっぱい人がいるよ。うん、アイスクリームを食べてる人がいっぱいいる。本当だね。あ、すごい混んでいる。すごい混んでるね。長さん、長さんとかじゃない、すごい混んでるよ、通さん。すごいね。めっちゃ混んでる。人気店でした。ヨーグルトだな。ヨーグルトと、ヨーグルトと。これなんか取らなきゃいけないみたいだよ。これだ。私ね、すごい。でもケーキも美味しそうだよ。私これなんか、なんだっけこれ。中に甘いクリームが入ってるやつ。イタリアのお菓子。これこれ。面白い。Yes, we do. We have two flavors which are finished already. Hmm? Lemon and yogurt. Ah. Okay. Thank you. But if you want, yogurt will be ready again in 1 hour. 1 hour. Okay. Okay. If you have the possibility. Thank you. Okay. I'll take something else. Yeah. ヨーグルトとシトロンは食べたかったね。まあ、じゃあマンゴーと、じゃあそしてやっぱラッテかな。こう色なのあんね、お餅みたいなのか。グラッツェ。マンゴー&ザバイオネ。グラッツェ。Would you like a small cone with one scoop? おいしい。ザバイオネめっちゃおいしい。お酒の味がすごいする。お酒、うん、すごい水槽の濃いやつが出来上がっています。グラチェ。Where do we pay? Yes. すごい。グラチェ。グラチェ。はい。よいしょ。めっちゃ美味しいよこれ。うん。すごい美味しい。うん。こうなかなか食べれない。本当に美味しい、ここは。本当に美味しい。やはりプーリア界のフランス人に信頼できた。そんなに長くないし。かわいい。ねえ。この子買いそうだな。以上。こんなのあるよ。ちょっと短いか。ちょっと短いね。パウロ。
これかわいいよね。メシメシ僕は。すごいかわいい。どう？すごいもうなんか当たりだよみたいな。こういうの普通にこういうのもあるけどね。こういうの。うん、かわいい。でも長すぎる。でも多分全部200とかそのぐらいってことでしょう。うん。サワー。あとね。やばい。買い出す。え、じゃあバンバン買うんじゃなくて。可愛い、すごい。ね。でもここはちょっと長いね。やっぱさっきのやつがまああとこれとか。うん。うん、試してみたら。長いね。長い長い。あ、本当。さっきの二つは微妙に短いね。布可愛くない？可愛い。これテーブルランナーじゃない？ほら、ほら、うん、何？これかわいい、うん、これとかほら、房がついてたりとか、うん、テーブルランナーこうやってほら、うん、かわいい。この人もかわいい。これこれかわいくない？色的にもほら、これ真ん中に引くのよ、テーブルの、うんうんうん、ちょっとインドっぽいかなと思うけど、違うのか、インドじゃないか。でもね、この人はね、買った。ほら、1780年から。おー、1780年ってすごいね。そうだよ、もうメディチ期ぐらいからその比較？うん、そう。これとかもほら、かわいくない？ナプキン。かわいい。かわいい、うん、やだ、どうしよう、どうする、つーさん、うん、こういうのもあるよ。あ、素敵ね。うん、クラシックね、うん、やだ、どうしよう、いくらなんだろう、聞いてみたら。 Excuse me? Excuse? How much is this for me? Celui-là il est 75. 75, d'accord. C'est le poulet, poulet, oui.思ったよりも食いついてでもこれがテーブルランナーとしてあるよりはちょっと寂しいじゃん、うん、だからこっちがこうやってテーブルにビーンってあった方が可愛いかなと思ったんだけど。あ、確かに。やだ、すごい可愛いな困っちゃうでしょ。スーさん的にはこっちとこっちだったらどっちがいいの？でもこれほら、こういう感じよ。それも可愛いのよ。可愛くないな。うん、可愛いけど。ちょっと騎士っぽい感じで。騎士？ナイト。あ、あの海岸の騎士かな。違う違う。俺は個人的にはそっちのナイトっぽいやつも可愛いなって思うけど、うん、でも使いやすいのは多分マメコの赤いやつだろうなってのが分かる。うん。じゃあ使いやすい方にするか。はい。お、かわいいじゃん。めっちゃかわいい。うん、こっち見て。すごい似合ってる。こんな感じ。でもさっきの方がかわいいけど。かわいい、なんか。お人形さんみたい。さっきの方がかわいい。かわいいよね、うん、でもただ赤い役直すこともできるんだ。こっちの方がいいね。私なんかさっきの方がかわいい気がする。本当？J'adore les excellences textiles de tout le monde. Ah oui. Que ce soit l'Inde, que ce soit le Pérou, que ce soit le Mexique. Ah, c'est ça, ça vient de Mexique. D'accord. あれもすごいもんね。うん、すごい素敵。これセンスがすごい。ここ素敵。彼がデザイナー。へえ。だって靴とかも素敵だもの。うん。あらまあ。だってほら見て、こんな素敵なスカートとかあるの。私にはちょっと重いけど。うん。すごくない？これ全部手刺繍なんだよ。すごいね。ちょっと派手すぎて私には着れないけど。いいね、すごい可愛いね。ほら。こんなカゴもある。うん、かわいい。やっぱモダンな感じがするのは具体的に彼のそのデザイナーの。うん。すごい素敵このお店。
Grazie mille. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne soirée. Au revoir. こっちだった。なかなか急勾配だった。うん。あ、でも確かにこんなところの近くだったら、すごい眺めが良さそう、ほら。よいしょ、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 よいしょ。もうすぐだよ。ここ？ここ。オペラフリーマです。で、テラスをお願いしたの。うん。トナセラ、オーウナプレス、プレ、プレナダッチョ。プレナダッチョ。あトゥルロカテリーナ。オーケー。プレナタツヨーネ。オーナセーラ。プレナタツヨーネ忘れちゃった。プレゴ。グラッチェ。ワオ。サンキュー。わあ、素敵。わーい。めっちゃ隣で写真撮ってるけど。Thank you.